津田さんのことが気になるのですか。申し上げにくいのですが、教授がシアーズに拉致された後、姫同士によるバトルが数回行われたものです。残念ながら教授の行方を探索するのに精一杯で、私にはそれを止めることができませんでした。申し訳ありません。数名の姫が残っていたところまでは認識していますが、それ以後地上でのバトルは確認されていません。彼女たちは強いです。ところで、なぜ彼らは教授を拉致する必要があったのでしょうか。私の把握している情報では理解ができません。現在ではシアーズでの通信回線が切断されていますし、シアーズ財団の私利私欲のためにアリサお嬢様は生まれたわけです。その飽くなき欲望のためにアリサ様は崩壊してしまった。教授、お嬢様は幸せだったのでしょうか。リッサ様は私に対してさほど親しい感情を抱かれていなかったようなので、
そんな答え方もあるのですが、刑事、あなたは優しい。財団の都合でアリッサ様が死に、お父様が殺された。そして教授、あなたまでシアーズを私から奪おうとした。これが憤りというものなのでしょうか。私にはこの感情をうまく処理することができません。私は守るために戦いたいです。教授、なぜあなたは私に良くしてくれるのですか。私がユカという女性の生まれ変わりだからですか。不思議な情報が行き交っています。この行動によって一体どのような効果が得られるのか私には分かりません。でもこの行動がどのような意味を持つかも私には分かります。とても嬉しいです。できればもう一度していただけませんか。メモリにしっかり記録したいので。こんな言い方は似つかわしくありませんが、言い直します。この思いは忘れたくないから。
彼らの感想すべて終わりです。無駄な抵抗はやめて投降するのだ。
あなたに何か守りたいものや、いつまでも忘れたくないものがあるの。我は我に与えられた命令だけが全てだ。ならば、私に勝つことはできない。我が前に構える。